皆さんこんにちは。今回は、グッドニュースです。ですね、これは、和歌山県の有田川町、有田みかんで有名な町ですが、そこでの、エコな取り組みについて、ご紹介します。小水力発電って皆さんご存知でしょうか。私の近くでもですね、大阪市、豊中市、堺市なんかでですね、水道局で、水道水を送り出すときに圧をかけますよね。その圧でですね、水力発電を、小さな水力発電を動かして、でそれで発電をして、水道局の、電気を全部無料にしてしまうというふうなことでですね、だいたい100キロワット、1億円で、だいたい7年ぐらいで元が取れるというふうな、話でした。でこの有田川のもですね、水道局の、送り出す圧を使うんではなくて、二川ダムというところの放流水、ダムから、水を吸ってるわけですね。でその放流水の、水力でですね、モーターを回して、発電をするということで、だいたい総工費が2億8600万円で、これがですね、だいたい1年間に4300万円の発電というか、お金が、稼げてですね、そして、建設費は、7年間で回収できることになりますということで、町の、年間収入を、もたらすこの方式はですね、和歌山県 では初めて、全国でも珍しいということで、グッドニュースでした。どうぞ皆さんのお近くでもこういうことを市役所とかですね、町の役場に提案してですね、こういうもうグッドニュースを増やしていきたいと思います。